ちょっと待って、まとめからなんかビームみたいに出ちゃう。学校でね、なんとショックなことを言われました。夏休みが他の学校は7月16日から始まっているというのに、私たちの学校は7月の20日 ?20 日からなんです。私たちは違うんだ。しーちゃんとりみの学校ね、まだまだあと1週間今日やだな。今日やだな。今日14だから他の学校の人はもう夏休み、もう夏休みで、しかも終わるの8月30日でちゃんと最後の1週間損して、熱中症対策で1週間早めたのは、うん、でもね、千葉県、同じ千葉県なんだけど、うん、もちろん翔ちゃんたちの学校にもクーラーついてないんだけど、つけてほしい。こちらの住んでるところは熱中症対策で、この前も動画でちょっとやったけど、7月1日から完全前に、7月1日から毎日短縮っていう方法だからね。そうなんです。で、3時までは勉強の時間、宿題の時間で、自宅学習でね、そう、あの外出禁止なんです。そうなんです。厳しいよね。あ、ちょっとな、1月じゃない。そうで、結局さ、蓋を開けてみればさ、逆に寒っていう時もあるぐらいさ、そう、22度ぐらいの時ね。全然なんか去年はやっぱ暑かったけど、今年全然学校いいんだ、休みだよ。そうだよ、同じ千葉、うん、なんか同じ千葉県なのになんかね、悔しいね、1週間違うって。でもね、冬休みも増やしてほしい。冬休みも増やしてほしい。クリスマス、それはないかな。嫌だな、最悪だ、最悪だ、最悪だ。だってさ、1週間さ、もう休みの人いるんでしょ。私その人たちの分学校行ってるんだから、ちょっと冬休み長くしてもらってもいいんじゃないかなって。終わりです。グミ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 ベア、3時だ、おやつだ。